こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市6条にございます 2LDK のテラスハウスコスモガーデンのご紹介をさせていただきます。1階にリビングがございまして、2階に2部屋洋室がございます。はい、まずですね、こちら1階のリビングの方から約12畳ほどございまして、大変広々としております。このリビングの方で、こちらのダイニングテーブルであったりとか、またソファーを置いていただいて、くつろいでいただける部屋としてお使いいただけます。次にキッチンの方に行きますと、設備といたしまして、こちらモニター付きインターホン、カラーでお顔を確認していただけますので、防犯面でも安心していただけます。その隣の方にはこちらオール電化灯になっておりますので、電気温水器のリモコンになっております。はい、キッチンの方はですね、 IH コンロ備え付けのシステムキッチンとなっておりまして、非常に掃除をしやすい、すっきりとしたキッチンになっております。調理スペースやシンクの方も広々としておりまして、またこちらの方はすぐに、食洗機を置いていただけるような大変便利なキッチンになっております。上の方にはレンジフードと収納スペース、下の方にも、十分ございますので、お鍋やフライパンもしっかりと収納していただきます。はい、キッチンの反対側の方にはですね、こちらの冷蔵庫ですね、また食器棚を置いていただけますので、水回りこの辺りで、収めていただけますので、リビングもすっきりと、使っていただけます。次、洗面所の方に行きますと、まずこちらお手洗いですね、ウォシュレット付きとなっております。またこちらの方には室内洗濯機置き場、その横にはシャンプードレッサー、独立洗面台ですね。そして次に、奥に行きますと、バスルームになっております。こちらの方は自動湯張り機能、またお湯をすぐに温めることができる高温差し湯式となっております。また換気窓ですね、上の方には浴室乾燥機もございますので、雨の日洗濯物を干すこともできるような便利な機能になっております。はい、リビングに戻りまして、こちらの方ですね、玄関先のスペースになっております。また向かい側にはですね、駐車場2台、込みとなっておりますので、2台お持ちのご家庭も、喜んでいただけます。次に玄関の方ですね、こちらの方は明かり取りのある窓もございまして、シューズボックスが、大容量になっております。また玄関の方はですね、こういった形で閉めるようになっておりますね。それでは2階の方に行きますね。はい、階段の方にはですね、こちら手すりもございまして、登りやすい、階段となっております。はい、それではまずこちらの洋室の方からですね。はい、広さの方は約6畳ほどございまして、ベッドを置いていただき、寝室としてお使いいただけるようなお部屋かなと思います。もちろんテレビ、エアコンの方は設置できるようなお部屋となっております。次、収納の方ですね、こちらの方はかなり、横幅に広い、高さも十分にございます。大容量な、収納スペースとなっておりまして、2箇所に分かれております。こちらの方は棚のついた収納ですね。またこちらの方は、お洋服の方もしっかりとかけていただけるような収納スペースとなっております。それではもう一部屋ですね。はい、こちらの方は約7畳ほどございますでしょうか。こちら、子供部屋としてお使いいただくのもいいのかなと思います。ちょっとしたこういったスペースもございまして、デスクであったりとか、また収納の、タンスであったりとか、そういったものを置いていただきます。はい、またこちらはバルコニーがございまして、はい、周りの方はですね、非常に完全な住宅街となっておりますので、静かに、暮らしていただけるようなところですね。でまた洗濯物やお布団の方もですね、しやすいところとなっております。はい、最後にですね、収納スペース、こちらの方も大変大容量な、収納になっておりまして、こちらの方は、棚のついた収納スペースと、はい、こちらの方はですね、お洋服が出ていただけるようになっておりまして、ハンガーパイプもついております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の大崎では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。